マジマ？なんでおめえが。おう、牧村誠はどこへ。はあ、何言うとんねん。あれ、俺んとこからあの子を盗んだ男、ありゃ西谷のお仲間やろ。今あの子はどこにおんねん。何のことやらさっぱりわからんな。せやけど、たとえ知っとってもお前に教えるはずないやろ。何様やねん、メチキクみたいにフラッと入ってきよって。わしら極道やで、なめんのも大概にせえよ。そら拳で聞けっちゅうことか。お前らもう何遍も俺に負けとんのや。結果は分かりきっとるやろ。あの子の居場所知っとんのか知らんのか、どっちやねん。知っとっても知らんでも生きて返さへんで。我、はあ、懲りひんやっちゃな。しゃあない。ほんならこの際知っとること全部吐いてもらうで。お望み通り拳で聞いたるで。牧村誠は今どこにおる。ほんまに知らんのや。ほんまか。ほんまや。わしら今までずっとあんたがあの女を持っとると思っとったんや。せやったら俺からあの子を奪っていった男は誰や。西谷の仲間ちゃうんか。親父の仲間やったとして俺らは知らんのや。親父は俺らに何も教えてくれへんのや。女のこともさらう目的も。ほんまや、聞きたいことがあるんやったら親父に直接聞いてくれや。西谷は札にしょっぴかれて留置所やろが。せやったらあんたも留置所に入ったらええんや。ふざけとんのか。待て、ふざけたへんって。ビリケンさんに頼んだらええねん。ビリケン？そや、ビリケンさんちゅう刑事や。親父の窓口になっとる人で、頼めばこっそり会わせてくれるかもしれへん。賄賂でも渡すっちゅうことか。それはビリケンさん次第や。誰でも会わせてくれるわけやないけど、とにかくビリケンさんとこ行ったらええ。いつも毘沙門橋んところにおる。よし、その言葉信じたろ。西谷がなんでお前ら組員に何にも教えへんのかわかるか。え？脅されて口悪いような組員やからや。口の軽いヤクザやすか。